しもーす、下月遥です。下月遥のフロストムーンカフェシャープ第525回でございます。オープニングメニュー、テンションが上がったこと、レベルが上がったことなど、シャープなことを紹介するシャープアペタイザー。本日の紹介は大魔王ゾーマからの脱出ということで、8月のですね、まあ、先週になるのかな、ちょうどコミケの時か、11日から19日ぐらいまでの、まあ、何日間か、あの幕張メッセで行われていたドラクエ脱出なんですけれども、まあ、去年もね、多分この番組でドラクエ脱出の話したと思うんですが、まあ、今年も行われまして、で、まあ、大魔王ゾーマからの脱出ということで、まあ、ゾーマと対峙してですね、あの戦うという、あの脱出ゲームだったわけなんですけれども、まあ、見事ノーコンティニューで、あ、そうそう、コンティニューすれば何回もチャレンジできるんですけど、あの一応こうコンティニューせずに脱出してきました。いや、まあでもね、もうやっぱりあの空間がね、たまらないんですよ、ドラクエのね。あの、まあこう、もう全然時間の制限はなくて、基本的にはその入場時間だけが決まっていて、その入場時間にまあ行って、で、あのそこからは何時間でもいていいみたいな感じなので、ゆっくり解くもよし、すごいスピードで解くもよし、あのどうやってこうね、そこで楽しんでもいいような作りにはなってるんですけど、まあなんか去年よりは人が多かったというか、やっぱりね、評判もあってか人は増えていたかなって気はするんですけど、まあ、私たち行ったの平日だったので、夏休み中とはいえだったので、まあ、休日よりは空いてたかなっていう感じでしたけれども、あの今回はですね、舞台がドラクエ10の世界だったんですよ。なので街の名前とかそういうのが全部そのドラクエ10、まあ、オンラインゲームのね、ドラクエ10の、 あの街の名前とかになっていて、で、まあ、あの4人パーティーを組むんですけど、で4人パーティーでそれぞれ役職っていうか、まあ、役職っていうか職業が、まあ普通だったらさ、戦士とか魔法使い、僧侶とか、なんかそういうね、感じじゃないですか。なんですけど、今回は、我々ただの村人ですと。で、村人だから、だけどなんか、まあ、村人な君たちがこう職業に就くんだったら、まあ踊り子か旅芸人か商人か、あとなんだっけ、占い師かの、そのぐらいじゃんって言われて、でその4種類の職業にしかつけないんですね。で、そんな、なんかこう、あの、あ、もう戦闘に全く特化してなさそうな、こう彼らが、あのゾーマを倒すために戦うっていうストーリーで、そうなんで、結構で、私はまあそのうち旅芸人だったんですけど、まあ、美月ちゃんとかが踊り子だったりとか、あの一緒に行ったので、そうで、なんか、その辺でこうみんな職業は自分たちのパーティーで選んで、自分がやりたいやつを選んで、でそしたら、まあその中で結構その職業ごとにやらなきゃいけないことがあったりとか、体験でその演じなきゃいけなかったりとか、まあ分かりやすく言えば踊り子だったら踊らされるとか、そういう話なんですけど、そういうのがこうクリアしていくことで、どんどんそのだからゾーマを倒すための、まあ、いろんなこうアイテムが手に入ったりとか、まあ、先に進めていくわけですよね。なので、なんかそのパーティーメンバー全員が活躍しないとそこにたどり着けないと。だから割と恥じらいをしてでやらなければいけないんですけれども、で、まああんまりネタバレにならない程度で言うと、まあ、今後ね、もしかしたら再演あるかもしれないのでわからないんですけど、旅芸人はですね、意外と、なんだろう、芸人なんで、まあ芸人ということで、こうなんかいろいろやらされるんですよ。まあ、まずなんかこうギャグを言わされたりとか、なんかこう人前でランウェイ歩かされたりとか、なんかそういう感じだったんですけど、まあ結果的にあまりこう、なんかそういう意味で言ったらステージに立つのはそんなにこう緊張しないのでなんかそういう意味では全然楽だったかもしれないでも職業によっては結構体力勝負な職業とかもあったりして、これだったら私無理だったかもしれないなみたいなのとか、結構ね、メンバーそれぞれがこう頑張って、ちゃんと最後にたどり着くと。で、最後の謎解きはもうみんなで協力するんですけど、結構時間制限があったりとかして、
なかなかドキドキの感じでしたが、まあ、無事にわーって解いてわーって出てって、うん、なんとかって感じでした。いやでもやっぱりこう世界観浸れるのはいいですよね。もともとドラクエ好きなんですけど、まあ、それにこう浸って謎解きが楽しめるっていうのはね、楽しいなと思います。なんかその前にコナンのね謎解きも行ったんですけど、コナンも良かった。コナンはまだやってるのかな。やってるかもな。コナンはですね、まあ、話題になった映画ですよ。だから安室さんが好きな人も絶対行った方がいい。絶対行った方がいいです。本当にもうめちゃめちゃ取り下ろしのボイスあるから、本当にね、あれは行くべきです。なんか仮に謎解きがやったことなくって、そこに自信がなくても、もう絶対キャラ好きな人は行った方がいいですっていうぐらい、ものすごい安室さんが喋ってくれますんで、そこはちょっとおすすめしておきます。はい、というわけで、皆さんもですね、シャープアペタイザー、皆さんもシャープなことがあったらぜひお便り送ってください。それでは本日も開店いたします。下月遥のフロストムーンカフェシャープ。深く深く息を吸い込んで、そっと心のドア開いて、空気震わす瞬間が僕を世界を変えてゆく。下月遥です。この番組はカフェでお茶でもしてるような感覚で、皆さんとまったりとおしゃべりしていけたら良いなという番組でございます。というわけでもう8月も末ですね。なんかあっという間なんですけども、あっという間にアルバム発売日まで1ヶ月を切ってるんですよ。うわー、早い早い。ということでアルバムは9月26日に発売になります。あのアトリエシリーズ下月遥ボーカルコレクションアコルトということで、もうサイトの方でね、トラックリストの方も公開されておりまして、もうまさにね、それを見ていただいたら分かる通りですね、この2004年から2017年に私がアトリエシリーズで歌わせていただいた楽曲がもう総集アルバムです。本当にこんな、なんかこうこんなにあったんだなってことですね。改めてこうね、2027曲になるので、はい、27曲のアルバムっていうのもなかなかね、こう作れるものではないというか、これもう本当にアトリエシリーズと関わらせていただいた歴史を感じる、私が感じるなんかアルバムだなというふうに思うんですけども、まあ、実際もうマスタリングも終わってるので、楽曲はね、こう 年数というか発表された年数と順にこう曲順を決めたんですけども、なんだろうね、もうなんかちょっとこう自分でもうわ若いって思うようなところから の最近ね歌わせてもらった曲とかまで入っているので、曲調がねまずねいろいろです。本当にいろいろなんだけど、でもやっぱりアトリエなんですよねっていう、なんかそこはねすごくアトリエシリーズらしさをなんかこう通して感じる部分でもあるし、でもやっぱり自分が歌っていることによってのそのなんかこうカラーみたいなものもあったりもして、でも歌い方も全然違うんですけど、曲調によって違うんですけど、まあ、いろんなボーカリストとしての私を楽しんでもらえるなっていう感じですね。本当に年数も長いし、まあ、その間でねいろんなことをやらせてもらってるなっていうのを本当になんか感謝を持ってね、聞かせて聞いて、まあ、自分でも聞いてなんか本当にありがたいことだなというふうに思ったわけなんですけども、皆さんもねぜひ、多分普段ねなかなかまあこう全部集めて、それをだから例えばこう1曲しか入ってない、その1曲を聴くためにこの CD を取る、このなんかこの1曲を聴くためにこの CD からとかっていう風にやらないと聴けなかったりする曲もいっぱいあるので、それが まとめて聴けるということでちょっと楽ちんな感じで、でもあと手に入りづらかった曲も多分あると思いますね。その辺もね聴いていただけたらいいかなという風に思ってます。また新たにね聴いていただける方が増えるというのはなんか嬉しいことなので、ぜひアトリエシリーズファンの方もそうでない方も、ぜひチェックしてみていただければと思います。というわけで本日のメニュー紹介いきたいと思います。前半のスタンダードメニューは皆さんからのお便り、時間限りどんどん紹介したいと思います。そして後半のマイスターズキッチンには上間恵美さんが登場してくれますのでお楽しみに。それではフロストムカフェシャープ、ごゆっくりお楽しみください。この番組はビームエンターテインメント、クラフトスケープ、マッシュアップエンターテインメントの提供でお送りいたします。2004年から2017年に下月遥がアトリエ
エシリーズで歌唱した楽曲を集めた5枚組コンプリートアルバム、アトリエシリーズ下月あるかボーカルコレクションアコルト、ティームエンターテインメントより9月26日発売。番組に届いているお便りを紹介するスタンダードメニュー、いわゆるふつおたのコーナーでございます。早速お便り紹介していきましょう。ラジオネームくもりんさんからいただきました。下月さんのおすすめを紹介するおなじみのコーナー、レコメンディッシュプラス、シャープアペタイザーですが、実は観光ガイド的なコーナーでもあることに皆さんお気づきでしょうか。謎解きイベントや東京のカフェ情報はもちろん、 VR 施設、静岡のレジャー施設に至るまで、コーナー内で下月さんが紹介したイベントやお店は数多くあります。しかも実際に行かれた下月さんが時に楽しそうに時に美味しそうな紹介するので、いつも楽しそうだな、行ってみたいなという気持ちになります。実際過去の放送で紹介されたモンマスティは紅茶島の私には貴重な行きつけのお店になりましたし、静岡旅行の際には掛川花鳥園に行き鳥にまみれてきました。ぜひ番組グッズとして過去の放送をガイドブックとしてまとめていただきたいくらいです。これから東京に観光に来られるレスナーさんがいましたら、ぜひ過去のコーナーを聞いてみてください。 きっと楽しい観光になると思います。それではぐんむーんってことでいただきました。ありがとうございます。わー、ガイドブックね、なんか全く考えてなかったけど、そうかそうか。いやでも結構このコーナーで紹介したことをきっかけにして、なんか買いましたとか行きましたっていう話はね、たくさんしていただいてるんですよ。まあ、今日もね、たまたまイベントっていうか、まああの謎解きイベントのね話とかをしていますけれども、あのそうですね、なんかそういうのをきっかけにしていきたいなって思ってくれたら嬉しいですよね。まあまあ、なんか私も自分が楽しかったことだったりとか、なんかその自分が便利だなと思うものだったりとかっていうのを本当紹介するコーナーとして、まあ、やってきてるわけなんですけれども、いやでもそれがなんかこう皆さんにとっても有益な情報になっていれば、ほら番組としてもさ、情報番組としてさ、まあ、そういう番組じゃないけど、あの一応ほら聞いてなんかプラスになったことがね、シャープになったことがね、なんか増えるっていいことじゃないですか。なんか下月のラジオすごいフリーダムだったけど、これは役に立ったなみたいな感じで、なんか覚えていただけたら嬉しいなみたいな。だいぶ偏ってると思いますけどね決して別にこうなんかあのほらよくある情報番組みたいにこうさ、なんかみんなの役に立つようなことをピックアップはできてないけど、あのだいぶちょっとなんだろう、あの謎解きクラスターとか、なんかゲーマークラスターとか、なんかそういうところに寄っている気はするが、うん、まあ、そうでない情報もね、ほら熱中症対策グッズのこととかみんなで万人に役に立つしさ、あのもうね、あのそれこそなんだっけ、のど飴とかそののどケアアイテムに関してはね、割とこうあの同業な方とかも役に立つ情報かもしれないし、まあ私の経験談なんで、あくまで個人的なね、あの個人的にこれはいいなっていうことなんで、まあ、体質とかそういうので合わない人もいるかもしれないからあれですけど、まあ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 、でもね、あの楽しいことはシェアしていこうっていうことですよ。うんうん、だ皆さんもぜひね、あの楽しいことをシェアしていただきたいなと思って、まあ、番組のね、そのシャープアペタイザーということで、こうおすすめのものだったりとか、自分がこうね、こういうことやってこれすごいいいですよみたいな、あのシャープになりましたよってことをですね、ぜひ寄せていただけたらいいなと思います。東京逆にね、なんかあんまりほら東京は観光って感覚でいないからさ、なんか東京おすすめスポット、うん、とかね教えてほしいですよね。なんか私今一番知りたいのはね、美味しいかき氷屋かき氷屋さん、あの専門店が知りたいです。あの都内で行きやすい、な結構テレビでやってんですけど、最近なんかどこも混んでるじゃん、まあ、混んでるのはもうしょうがないんですけどあのでももう行った人にここのかき氷は最高に美味しいみたいな話を聞きたいんですよ。あの行ったことないから、専門店はなんか普通にね、その辺で売ってるかき氷は食べたことあり、その辺お祭りのお祭りとかで売ってるかき氷とかは食べたことあるけど、あとまあ普通にシロップのね、あのかき氷シロップのものは食べたことあるけど、なんかほらいろいろなんか氷の種類が違うとかさ、あのいろいろ乗ってるとかさ、そのね、なんかもうなんかいろいろこう氷と一緒に溶かして氷自体が味付いてますみたいなのとか、いろいろあるみたいじゃないですか。だからここのこれがすごい美味しいみたいな情報をお待ちしていますこの夏のうちに
行きたいなと思って、どこに行っていいかな、どれを目指したらいいのかなと思ってるとこなんで、ぜひ教えていただければと思います。それでは続いてのお便りいきたいと思います。ラジオネームセドンさんからいただきました。下月さん、下す、下月さんはキーボードを見ないでパソコンに文字を入力するタッチタイピングってできますか？私はせっかくタッチタイピングを覚えてもパソコンを買い替えたりしてキーボードが変わるたびにまた一からやり直しになります。そして新しいキーボードになれるまでに半年はかかります。何か早く上達する方法とかあるんですかね、ということでいただきました。ありがとうございます。私タッチタイピングできるんですけど、できるんですけど、あのパソコンなんだろう、そんなにかからないけど慣れるまでに。だけど確かにあの大きさによって結構違う。あの私ノートパソコンがすごいキーボードちっちゃいんですよ。でそのちっちゃいキーボードで打ち慣れてしまうと、今度その大きいさ、あのなんかもう本当にカチャカチャ鳴るやつになると、なんかすごいタイプミスが増えちゃうんですよね。だから確かに慣れはすごいあってあるんですけど、だいたいこの位置みたいなのはなんとなく分かってるからか、そのまあ半年はかからないかな。それになんかそれでずっとやってたらの話ね。ただあの Mac は分からない。そうそう、あの別に Mac をディスるわけじゃなくて、私 Windows なので普段で Windows のキーボードと Mac のキーボード全然違うじゃないですか。だからね Mac 本当打てないんですよ。でまずエンターキーとかその辺の位置もさちょっと違ったりとか、あとその何変換する場所とかもよく違ったりするじゃん。だからねダメなの、ダメなんですよ。そうそう、それ打てないかな。 Windows だとしたらもうそのキーボード自体の形とか、あれでもキーボード配置もさ、なんかなんとか規格ってあるよね。なんか違うんですよね。 A 字タイプとその日本語なんかあるでしょ。そう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 、それだからどっちかどっちかに慣れちゃってると、それ変わったらもう全然わからないっていう。多分まあスタンダードに日本語が書いてあるやつを一番使ってるので、もうそれですかね。あの早く上達する方法としてはですね、私がなんか実際なんでタッチタイピングをできるようになったかっていうと、別にもっとプログラマーだからとかそういうことじゃなくて、チャットしてたからです。もうね、そこに尽きるんですよ本当に。あの会話をしたいがためにすごい頑張って打ってたわけだから、まあ今で言ったら今だってあると思うんですけど、まあそのチャットじゃなくてもよ、あの メッセンジャーとかスカイプとか、あとなんかそういうほらこうもうリアルタイムにやり取りできるさ、あのところあるじゃないですか、そういうので、そういうのでこう会話をしているとあっという間に覚えると私は思う。なんかその後にプログラマーになったんですけど、プログラマーになった時すごい役に立ったから、それあの普段チャットしてるとだんだん下見ながら喋るのがこうめんどくさくなるんですよ。もう画面見ながら書きたいじゃないですか。で画面見て向こうからこうパッて会話が入ってきた時にパパパって打ちたいし、あとねオンラインゲームかな。そうオンラインゲームで会話をするといいと思うよ本当に。もう戦闘中とかさ早く打てないと辛いからさ、なんかあのそうもうあのなんかこう回復回復とかつってこう打ちながらやらないと、そっち行ったとかそういうこと書かないと伝わらないから、あのそれで実践していくことが重要かなと思います。意外とだからそれね早いと思うんですよね。なんかその仕事だと思ってやるっていうよりは人と会話をするためにやると、ほら言葉も早く覚えるじゃないきっと。だからねあのすごいタッチタイピングがそれで成長しました私。すごいなんかあの同業の友達とかに、私結構だからタイピング早いんですけど、タイピング早いとなんかさとか言って、下月はすごいすごいよね、そんなスピードで打ってるとめちゃめちゃ仕事できる人って感じって言われるんだけど、うん、なんかこう実質チャットとかなんかオンラインゲームで鍛えたって思うと大したことはないと思うんですよね。メール打つの早くなったけどさ、いやでもあの鍛えたのはそっちですよ絶対確実に、ということでぜひね、あのそういうちょっと遊びから、まあ、まずこうあの遊びだったりこう人と会話するところからやるとすぐ上達できるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。続いてのお取りいきたいと思います。ラジオネームリニーさんからいただきました。
します。私が FMC を聞き始めたのはレベル5ライブに参加することを決めてからの情報収集がきっかけでした。レベル5ということは2013年後半頃からということになるので、以来5年近く聞いていることになります。個人的には海外生活を始めてから聞き始めたこともあり、FMC のおかげで日本の話のキャッチアップもでき、下月さんの新婦情報も手に入りというのもあり、毎週楽しみにしています。個人的に印象に残った回ですが、下月さんはリボン派でも仲良し派でもなく V ジャンプを創刊当時からの読んでいたというのは衝撃的でした。創刊から読んでいたわけではないのですが、当時小学生だった私は少ないお小遣いでは買える雑誌に限りがあり、毎月 V ジャンプだけを買っていたことを思い出しました。ちなみに私は犬眉毛で行こうや袋とじが好きで毎月楽しみにしていましたが、下月さんが好きなコーナーは何だったでしょうかということでいただきました。ありがとうございます。コーナーめちゃめちゃ懐かしいんですけどV ジャンプ、そうですね、なんか自分でも不思議だなと思うんですけど、まあ、ゲームが好きだったんですよ。本当ゲーム雑誌他にもあったけど、ちょうど創刊だったんだよね。ちょうど創刊でなんかこう、まあ、ジャンプにちょっとジャンプ寄りではあったんですけど、まあ、いろんなこう自分の興味のあるゲームを取り扱ってくれるということでですね、創刊からじゃ V ジャンプ買って、すごい買ってた買ってた。今思うとあれをね、どこかで捨ててしまったんですけど、なんか取っておいたら結構なレア物になってたんじゃないかなって思うぐらい創刊から買ってたんですよ。何が好きだったかっていうと、私これ多分なんだろう、連載してたものとかが結構あって、私これで覇王体系リュウナイト読んでたんですもん。リュウナイトが連載されてたの。そうで、そこからアニメ見たりとかしてて、そう結構ね、そういうの多いですよね。あとね、なんだろう、未だに切り抜きを取ってあるのが未だに切り抜き取ってあるのが FF6 の、 あの設定が載っている袋閉じだったかな、あ、袋閉じだったか普通のページの特集だったか忘れたんですけど、あの私の好きなエドガーってキャラクターがいまして、でそのエドガーの裏設定というか、なんかその過去の話みたいなのが載っているあのページがあったんですよ。それ今でも撮ってあるからねなんか多分その後攻略本とかいろいろ載ってるんですけど、あの雑誌でそれ読んだ時にすごいね、なんかもう私こういうの好きだわって思ったの。なんかこうゲーム中に出てこない設定みたいの大好きと思って、わざわざ切り抜いて撮っといたんだよね。でそれをね、なんかそういうのはほら妄想がはかどるじゃんだからなんかそういうのがね、ちょいちょい載ってたの。あの多分まあどうなんだろうな、その開発会社とのそのだからなんか雑誌とのね、その関係性とかにもよるのかもしれないですけど、取り扱うゲームでこうすごい深く掘り下げるゲームもあったし、まあ、特に当時スクエア系結構ね V ジャンプよく載ってたんですよ。で割とそこにしか書いてない、そこにしか載ってないようななんかイラストだったりとか、あのそれこそ FF6 なんかは発売前になんか応募者全員サービスみたいなやつで500円の切手を送ると、なんかプレイ最初からなんか多分30分ぐらいこうプレイした動画みたいなやつがビデオで送られてくるっていうのが、そうそう VHS っていうのがあって、なそれ私応募して持ってたもん、なんか FF6 の時なんかそのぐらいね、そう発売前にプレイ動画をあのビデオで届けるっていうのをなんかやったりとかしてて、結構ね攻略のなんか情報とかもいっぱい載ってたし、やってるゲームのだから特集がすごく多かったんですよね。まあだからね、あの買ってました、買ってたしすごい読んでたし、うん、そういうなんかちょっとこう裏情報とか裏設定みたいなのが載ってるのも好きだったし、まああのねコンテンツとしてはだからリュウナイトだったりとか、そこ初のそこからこう発信されていた漫画とかそういうのも結構見ててチェックしてましたね。まあ、この V ジャンプがで特集されてるのをきっかけで買ったゲームは結構多くて、幻想水滸伝とかそうだったもん。なんかすごい特集されてて、なんかこうあんまりだから最初興味なかったのに、こうやたらとこう 毎月だっけ、あれ月月間でしたっけ、そうそうでなんか特集されてたから、まあ、ちょうどねプレイステーションがこう出てすぐに出たゲームだったから、コナミのだったんで買いましたね。それきっかけ結構多いです。
そういう雑誌から入るって最近あんまなさそうだけど、雑誌というよりはどっちかというとサイトね、ウェブサイトとかで見てそこをきっかけに買う人とかもいるかなと思いますけど、懐かしいですね。すいません、なんか分かる人にしか分からない話ではい、というわけで皆さんお便りありがとうございます。それではここでミュージックレシピのコーナーでございます。いよいよもうね、一月切って9月26日に発売になります、新アルバムでございます。アトリエシリーズ×下月遥ボーカルコレクションアコルトからですね、楽曲をお届けしていきたいと思います。まあまずはもうディスク1の1曲目に収録されている、もう私とアトリエシリーズの関わりの最初の曲でございます。聴いていただきたいと思います。白夜幻想譚。曲入り、素敵な楽曲が詰まってます。今の私のメッセージがたくさんたくさん入ってますので、ぜひぜひ聴いてください。買ってね。マイスターズキッチン。音楽、アニメ、ゲームなどに関わりのあるゲストさんを招きしてお話伺うマイスターズキッチンのコーナーでございます。先週に引き続きこの方が遊びに来てくださいました。上真由美さんです。しまーす。しまーす。声優の上真由美でーす、はい、よろしくお願いしまーす。というわけで、もう先週はね、はい、いろいろとプライベートなことや、はい、猫の尻を叩いてるって話や猫の尻叩き声優で、うんだったり、あとね、はい、声優としてそしてアーティストとしてのお話いろいろ伺いましたけれども、はい、そうそう、ライブがね、はい、あるということでございまして、10月の8日に、はい、東京高円寺ハイにて、はい、ファーストライブが行われるということなんですけれども。そうなんです、うん、ファーストライブ、ファーストライブってどうですか。どうしようなんかでも結構ほら、はい、上間さんいろいろなライブに今まで出られていて、はい、で結構じゃあステージはもう割と やってきてる感じなんですか。ステージはそうですね、歌だったりとか、なんかお笑い系のステージ。お笑い系、ハリケーンズの前田さんと一緒にイベントをやらせていただく機会がすごく多くって、いろいろと経験をさせていただいたんですけれども、ファーストライブ、そしてバンドさんを従えて、自分のためだけのライブっていうのはやっぱりなんか話が違うじゃんって、なんか他のことと全然違うなって、うんうんうん、もっともっと頑張らなきゃいけないんだなっていう気持ちになっております、うんうん、なるほど、はい、でもね、だからこうその何かのステージに出るっていうのと、はい、まずこう決めることとか、はい、その自分がやるこう比率がすごく高いわけじゃないですか、はい、そうですね。なんかでも逆に言うとすごい自分がやりたいことができる場所ではあると思うんですけど、はい、なんかどんなことを今こうやるつもりみたいなのってあるんですか。そうですね、まず実は
ワンマンライブみたいな形のライブって2年前に1回やらせていただいたんですよ、うんうん、それはミニアルバム発売記念のライブっていうこと で、うんうんうん、でその時はファーストってつけなかったんですけど、うんうん、まあ、カラオケの音源でライブステージに立って歌うっていう形だったので、やっぱファーストって今回つけたからにはその時の何倍もレベルアップした姿を見せたいって思っているので、そうですね、その時には前回やらなかった例えばライブ本編の間に着替えるとか、あーなるほどね、はい、衣装替えね、衣装替えをするとか、うんうんうん、ライブ当日までいっぱい練習してそれを当日披露するとかあることを、はい、チャレンジするとか、うんうんうん、あとそうですね、セットリストも前より歌える曲が増えたので、うん、考えるのも楽しいし、うんうんうん、グッズももっといっぱい作りたいし、うんうん、ね、どうしようみたいないろいろね、はい、なんかこうやれることが、だからきっとその前にイベントやった時に比べて、はい、今の方がきっといろいろできることも広がってるし、はい、そうなんです、だからいっぱいできるからこそ、うん、まずどれから手をつけようかなっていう、なるほど、気持ちもあるんですけど、うんうんうん、だけど今回キャッチザファンっていうタイトルをつけたのは、うん、楽しいことをみんなで一緒に捕まえましょうっていう気持ちでつけたので、うんうんうん、そうですね、お客さんにはもちろん楽しんでもらうんですけど、うん、やっぱ何よりも私が一番楽しくないとお客さんにはそれって伝わっちゃうと思うので、うん、私が楽しめる空間を作る、うん、まずそうするって思うようになりました、うんうん、なるほど、はい、まあ、でもね、ワンマンライブってまあ言うなればフォームじゃないですか、また自分のことを見に来てくれてる人だけだから、はい、ですよね、 そんな優しい空間、そうそう、もうなんかそれにこうなんだろう、こういい意味で甘えつつ、はい、そのなんか自分らしいことができるいい場、なんかね、ワンマンでやっぱそういう場所だと思うんで、はい、なんかそのいわゆるね、客演で出てるライブとかとは全く多分意識も違うし、はい、ね、そこはだからもう上間さんのやりたいことをいっぱいやるのが一番いいと思う、はいそう、それでこそですよね、それでこそ、多分来てくれる人も、うん、そう、多分来てくれる人も上山さんが一番やりたいことをなんか楽しんでやってるのが見たいみたいな人たちばっかりだと思う、上山らしいなって思ってもらうっていうのがいいなって思います、うん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 、下月さんは初めてのワンマンライブの時ってどうでしたか。私最初のワンマンは本当に借りてきた猫だったの、はいはい、いや、あの、知りたたきますよって、叩かれたいですみたいな感じの、あの、すいません、いや本当に何だろう、こうその時ってまだ全然ライブをやり慣れてなくて、はい、でなんかワンマンなんだけど、はい、もう割とこう周りにこう、あのライブやんなよみたいな感じで言われて、はい、あ、え、うん、じゃあみたいな。でももともとあんま人前立つの嫌だなって思って、まだ思ってた時期だったから、もうライブなんかソロのライブだというのにド緊張で、はい、なんか本当に MC 喋らなかったの、こんなに喋ってるのに今伸びしろ、なんかすごく喋らなくて、なんかずっとこう下向いて、なんかありがとうございます、じゃあ次の曲聴いてくださいみたいな感じだったから、本当に多分聴いてる人は、なんか聴いてる人がハラハラするような感じだったと思うんだけど、まあ、セットリストとか考えるのはね、楽しかった記憶はあるんだけど、はい、基本的になんかバンドさんにもう本当におんぶに抱っこで全部音楽的なこともお任せしてて、はい、なんかそのおかげでなんとか実現できましたぐらいにレベルが低かったのねそうだからもうなんかそこまで自分の意識を持っていけなくって、それができるようになったのは多分2回目3回目ぐらいからかな、になってから、あ、じゃあもう自分でちゃんとバンドメンバーを選んだりとかもしたいなとか、あとこういうコンセプトを伝えたいなとかっていうことをだんだんやるようになって、慣れてきてできるようになったんだけど、最初はね、もう本当にみんなが心配になるみたいな、それでなんかこう、あの知り合いに、なんか、あの、はるかちゃんはさっつって、なんかあの MC の時ずっと下向いてるけど、みんなの顔見た方がいいよって言われるくらい、そんなに
もうなんかみんなの顔見たら私緊張しちゃうみたいな感じだったから、ずっと下向いたままなんかありがとうございますみたいな感じで。想像できないです。もう私も想像できません。陽吉さんからは多分この番組を聞いてる人全然想像つかないと思うんですけど、本当に喋らなかった MC の少ないライブで、意図的なものではなくて本当に自然にやったらそんなになっちゃったみたいな。そうだから、あのそんなもう全然参考になりません。いやでも今こうやって活躍されてる方でもそういう時期があったんだなって思う、うんね、だからそこから見てる人からしたらきっと、はい、ああ成長したね下月って思われてると思うんだけど、うん、でもなんかねきっとだから上間さんもその最初のじゃあ、はい、イベントの時から見に来てくれてる人とかは、はい、今度のじゃあこうファーストワンマンの時もあの新しい上間さんを見て、うん、なんかきっと成長を感じてもらったりとか、はい、まあ、今後ねいろいろこうライブとかをやっていく中でどんどん変わっていくところとかを、はい、なんかね見守ってくれる人たちがいるっていいことだよねっていう、幸せなことだよねっていう、いい話ですよね本当に。そうそう本当にありがたいって思います、うん、そうあんなに未熟な私をよく見ようと思ってくれたなっていうふうに自分で思っちゃうぐらいなんかあんなできなかったのにっていう、うん、でもなんかそういうところはなんかね、はい、逆に応援したくなるのかなっていう気もちょっとするけどそういう作戦みたいな全く意図してなかったんだけどね、うん、不安でどうしようみたいなバレますねこれ大丈夫もう大丈夫です。楽しくやりましょう、はい、楽しく一番それがいいと思います。ファーストって、うん、あのつけたからにはサードって続けていけるような、うんうんうん、まあ、形にしたいので、それにはやっぱ最初が大事だと思うので、うんうんうん、はい、しっかりと楽しみたいと思います、はい、ちなみにチケットは発売中です。はい、じゃあぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、というわけで、はい、今回はですね上間さんとこのコーナーにチャレンジしたいと思います、はい、サンドイッチジャッジメントレベルシャープ、はい、ということで、まあ、番組をね、お聞きの皆さんはおなじみのコーナーですけれども、はい、上間さん初ということで、はい、今からお題が出されますので2人で同じ回答をすることにチャレンジしたいと思います、はい、見事2人の回答が揃っていたら上間さんの楽曲オンエアタイム5秒間獲得となるのですが、ここで一つ試練があります、はい、たとえ答えが揃っていてもスタッフが考えた回答と同じだった場合はオンエアタイム没収となりますというね、鬼のような難易度上がりましたね、鬼のようなこうなんかルールなんですけど、はい、その代わり最近追加されました、はい、あのこう救済策として、はい、あまりに難易度が高いから、はい、救済策として、はい、あの私と上間さんの間だけで5秒間だけジェスチャーで伝え合っていいと、その間はスタッフさんは目をつぶっているから、はい、我々にしかこう見えないジェスチャーでなんとかこう共通の答えを導き出すというヒントタイムが、はい、ジェスチャータイムが、あ、じゃあなんかこうなんかシャーケとか文字文字書いちゃダメです。そう、あのジェスチャーで、うん、シャケだったらここなんかこういう、うん、そう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 いうことです。はい、そんな感じで伝え合えればと思いますけれども、はい、はい、ちなみに今回オンエアする曲はどちらにいたしましょうか。はい、ではですね、上真由美で風車という曲をこれはライブでタオルを回したりして風車のように、はいはいはい、盛り上がる曲なので、それを聴いてほしい、はい、けど、ね、流してほしい、はい、ということで、はい、まあ、私もちょっと責任重大なんで頑張っていきたいと思います。お願いします、はい、ではでは最初のお題いきたいと思います。最初のお題はこちら、はい、上間さんのファーストミニアルバムのタイトルといえば風と琴の葉、はい、そこでほにゃらら風と言われて真っ先に思い浮かべる言葉は。あ、ほにゃらら風、うん、そっか、これ分かりやすいやつだとスタッフさんが出すかもしれないってことですもんね。そうですね、ほにゃらら風、ほにゃらら風、ほにゃらら風、ほにゃ、待って読み方はあれですか、あの、うん、ひらがなで書いてあるんですか。風は、風は、いや、あの漢字で書いてあるけど、一文字の風、うん、え、それは読み方は風なのかな。どっちでもいいですよ、風でもいい、あ、それも含めて。おー、なるほどね。どうしようかな、どうしようかな、風だったらめっちゃ選択肢増えるよね。何々風でも、何々風って私2つ浮かびました。
ちょっと待って、うん、私も2つは浮かんでます。でもこれをジェスチャーでどうやって伝えればいいんだろう。そうそうそう、難しいな。難しいですね。難しいですよ。難しいです。やってみましょうか。じゃあジェスチャータイム 5秒。え、5秒。はいはいはい、OK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 、はい、それも私の思ってた一つでした。本当に、はい、あ、ってことでもしかしたらスタッフさんも考えるかな。いやいや、我々アーティストの感性は素敵なはずです。そうか、被らないはずです。はい、書きました。はいはい、では私からいきます。じゃん、つむじ風。で回っちゃん、つむじ風。まあまあ、はい、じゃん、うわあ、つむじ風。マジでちょっと何、アーティストの感性持っちゃってんですか。アーティスティックですね。まあちょっと伝え方が伝え方でしたけどね。つむじつむじつむじ、それそれ。そよ風とか。あ、私先輩風でした。あ、なるほどね、なるほどね。でもそれをジェスチャーで伝えない。確かに確かに難しい。他に何があります。北風とか。ああ、そういうことね。はい、ビル風ね。和風、洋風。あ、まあ、風だとね、そうそう、台風とかだって風じゃんと思って。ああ、確かに。そう、いろいろありますよね。そうするとね、はい、これどうしよう、まあ、不安になってきました。ちゃちゃと次行こう。はい、はい、ちゃちゃと。じゃあ次の問題いきたいと思います。はい、続いてはこちら、上間さんのファーストミニアルバムのタイトルといえば風と琴の葉。そこで琴の葉、言葉以外で葉という言葉が、あ、違う、漢字が含まれる言葉と言われて真っ先に思い浮かべるのは、葉って葉っぱの葉ね。はい、ということ、漢字が含まれる言葉。前後どこでもいいですよ。まあ、中でもいいし。葉、もう考えすぎて無言になっちゃう。どうしよう。葉という漢字が含まれる言葉。はい。はい、なんか伝えられそうなやつあります？これあれですよね、手に書いちゃダメだけど、うん、ハンドサインとか。ハンドサイン。あ、でもこれが良かったんだからいいですよ。はい、あ、分かった。はいはい、OK、 はい、OKOKOK。書きました。これ大丈夫なはずですよ。じゃあ上間さんから。せーの、はい、四つ葉。四つ葉、じゃん、四つ葉。やったー、カレー葉。カレー葉なんだろう、なんかこうちょっと幸運が逃げていきそうな回答でしたね。切なくなりましたけれども。はい、というわけで、ということで5秒獲得です。やったー。はい、じゃあちょっと続いての問題いきたいと思います。続いての問題はこちら、はい、10月8日上間恵美ファーストライブキャッチザファンという開催ということで、ファンから始まる言葉と言われて真っ先に思い浮かべるのは。ああ、おお、なるほどね、なるほどね。ちょっといくつか、うん、ありますね。な、うん、うん。あるけど、ジェスチャー。ジェスチャー。そうですよね。うん。あ、でもジェスチャーしやすいのもあるかもしれない。あります。5秒しかないんだもんな。どっちにしますとかできないですよね。よし、あ、そうですね。うん。ファン、はい、私2つぐらい浮かんでんだけど。私も2つです。うん、それをどう伝えるかっていう問題。え、うまさん、いけます？はいはい、じゃあジェスチャー頼りで、はい、お願いします。ああ、はあはあはあ、あ、わかった。はい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 、わかりました。オッケーオッケー、大丈夫かな。ファン、少
OK です。はい、あ、じゃあ私からいきます。ちょっと何の絵かよくわかんないけど、ファンファーレ。はい、そして私ファンファーレー。わー、いや、その上手上手、伝わります。ファンタ、ファンタね、すごい、ファンタか、センスすごい。そうかそうか、なるほどね、すごい素敵です、うん、ファンタ、そうか、確かに。ちなみにね、私ファンタジーか、はい、ファンクラブを思いついたんですよ。ファンクラブ、うん、なんですけど、はい、どう伝えていいか分かんなかったの。素晴らしいです。やったーやったー、伝わりやすかった、すごく。やった。はい、じゃあ10秒ということで続いての問題いきたいと思います。続いてはこちら、はい、上間さんのシングル二日月のシグナル EP にちなんで、はい、二日月以外で最後に月という漢字がつく言葉といえば。これもうベタにさ、一番思いつく思いつくやつ、一番思いつくやつにしたらすぐバレんじゃん、うん、そうですね。そこは、うん、そこは外そう。でもそこ、それ答えたい。それ答えたいな。それ答えたいの、違うの考えてもらっていい。ねえ、ちょっとねえ、うん、真っ先に思いついちゃうけどさ、思いついちゃうけど、うん、思いついちゃうよね。思いついちゃいますよね。ルールだから、うん、ルールだからねって。そうか、じゃあなんだろう、なんだろう、なんだろうな、ちょっと待って、いやいや、待って待って待って、どれに行くかっていう問題ですよ。あ、我々がそう、我々がいっぱいありますもんね。いっぱいあるもん、月がつく言葉、うんね。あ、いや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 、そんな、行きますか、うん、ジェスチャー、はい、はいはい、うん、裏の読みね。はい、書きました、はい、じゃあ上間さんから、ダン、満月、はい、じゃん、満月、イエーイ、イエーイ、下月でしょって、でしょって書かれた、うん、下月で行かなかったよ、行かなかったけど、うん、でもこれで15秒なりました、うん、行きました。ちょっとでも、もうちょっとかけないとね、まあ、そうです、そう、もうちょっとかけないと、ちょっとなんかあの、なんでしょう、イントロで、A メロとか、イントロとかで終わっちゃう。はい、じゃあラスト問題、難しいの、ラスト問題、これをここ回答したら90秒獲得、すごい、なんですが、こちらでございます。上間さんの出身地岐阜県といえば関ヶ原、はい、そこで関ヶ原の戦いに参加した武将と言われて真っ先に思い浮かべるのは、難しくね、これ。私本当にわからない、一人ぐらいわかんない。でも一人しかわかんなかったらどうするんですか。そういうこのこと考えたことありますか。一人しか思い浮かばない、うん、関ヶ原の戦い、誰だろう、一人も思うよ。いやいや、ちょっと待って、弱いんですよ私こういうの。ちょっとなんでしょう、ジャパニーズヒストリーにね、弱いんです。関ヶ原、まず誰かっていうことですよね。まず誰かっていうことです。ちょっと待って、しかもどうやってジェスチャーしていいのかさっぱりわからない。そうですよね、そうですよね。あーってなんないですよね、うん、ならない。でもジェスチャーできます？ってか一人は思い浮かんでる、一人は思い浮かんでますけど、うん、
それはなんかジェスチャーで伝えられるものですか？伝えられるのかな。でももうその人しかわからないからそれを答えるしかないので、うん、はい、ちょっと頑張ってみます。はい、うわ、うん、はいはいちょっと待ってうんうんうんはいはい、ちょっと待って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 、待ってそれ、それそんなだっけ。やばい、ちょっと待った、やばい、もっと社会勉強しとくんだった。ちょっと私本当に日本史ダメだな、ダメすぎた。はいはい、じゃあ上間さんから。あ、織田信長、はい、すごいと書いて、はい、じゃん、織田信長。そっちか。え、徳川家康。やった、やった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 。これかなり正解なんで、正解とかあったんで、うん、あの90秒プレゼントしますけど、はい、織田信長探してないよねいや私の声があれと思って今こう、でもこのヒゲって言われるルール上もらえるけど、やばいやばい。なんか豊臣、秀吉は、秀吉も参加してない、してない。秀吉が死んだ、死んだことに、家臣がバラバラになって戦ったから、うん、とか石田三成とか、ああそっか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 、明智光秀はもう一応参加してるはず。してないしてない、明智光秀はしてないしてないしてない。明智光秀は信長の時代だもんね。徳川、そうだよね、やられて、そうだそうだそうだ、全然参加してない。いやいや、もう言葉でなくなっちゃった。してないんだ。そう思ったからいいの。ヒゲというヒントだけで、それででもヒゲというヒントで、あれでも私に近い、わかんない、全然わかんないわって思って書いたけど、やった、やばい、一人しか思い浮かばないとか言って参加してなかったまあでもあの90秒獲得しました。やったやったやった、まあ、これはきっとなんだろう、あの日本史が詳しいとかそういうことじゃなくて、あの上間さんのジェスチャーが良かったってことですよ。ジェスチャー、これが私なんか伝わったもん。あ、これの信長だよねって思って。はい、まあ、とりあえず、はいはい、獲得できたのは、はい、105秒。やった、やった。じゃあもうなんかなんだろう、もうワンコーラスぐらいいけんじゃないかということで、はい、それでは上間さんの曲を、お聞きしたいと思います。曲紹介お願いします。はい、スチームで配信されている京都カラフルデイズのオープニングテーマです。上間恵美で風車。はずなんてなかった距離が。
いただいてる曲は上真由美さんで風車でございます。はい、はい、というわけでなんだろうね、はい、あの間違えてるのに2人とも合ってるっていう、 そう結果良ければ結果良ければ全て良しです。はい、はい、ということで、ちょっとね、勉強になった、勉強になりました、社会の勉強でした、ね、そうですね、はい、もう忘れられないね、出身なのですごいお恥ずかしいんですけれども、はい、もう一回勉強しようと思います。いやいや、私も日本史ダメですね、本当にパッと出てこないもん、なんかその辺の人たちみんなこうごっちゃになってるからさ、そんなこと言ったら本当歴史好きの人に怒られるんですけど、そうです、怒られちゃいますよね怒られるんですけど、はい、勉強になりましたということで、はい、ありがとうございました。それでは上間さんから改めてお知らせがあればお願いします。はい、10月の8日にですね、上間由美ファーストライブキャッチザファンが開催されます。18時30分から、会場は高円寺ハイでございます。上間由美オリジナル曲とか、いろんなゲームの主題歌とかいっぱい歌わせていただくので、ぜひ発売中のミニアルバム風と琴の葉とか、シングル風と、あ、ごめんなさい、シングル二日月のシグナル EP で予習をして当日遊びに来ていただければと思います。そして上間由美 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひチェックお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで2週にわたってお付き合いいただきましたけれども、はい、ありがとうございます。なんか、なんだろう、あのすごい今のゲームでものすごい距離が縮まった気がした。シンクロ率がすごかったですね。すごかったですね、うん、なのでなんかちゃんとお話する機会もあまりなかったんですけれども、うん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 、これからも仲良くしてください。こちらこそです、よろしくお願いします。またぜひ番組にも遊びに来てください。はい、お願いします。楽しかったです、ありがとうございます。というわけで本日のゲスト上間由美さんでした。グーム、フロストムカフェシャープ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組には皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先はメールアットフロストムカフェドットコム、 mail アット frostmonecafe.com です。サイトのメールフォームからも送ることができますので、よろしくお願いします。さて、ここで下月遥からのお知らせでございます。ニューアルバム情報でございます。アトリエシリーズ×下月遥ボーカルコレクションアコルト、2枚組でティームエンターテインメントより9月の26日発売でございます。ね、もうあのトラックリストも公開されておりますし、ジャケットなども出ておりますので、ぜひ特設サイトの方チェックしていただければと思います。そして、店舗特典情報ですけれども、ガストショップさんでご購入の方に、アトリエと私というテーマで私が喋っているトーク CD が、ついてきます。こちらガストショップさん限定となっておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他 リリースイベントも、予定しておりますので、詳しくは特設サイトの情報をチェックしていただけると嬉しいです。そして夏コミのカノエの新譜、セカンドフルアルバムカノエクロニクル2、そして新規のファンタジー企画イセルディア戦記エントの王子、2枚ですけれども、ブース予約受付中、もうそろそろですね、第1弾が発送された頃かなと思いますけども、継続して、販売しておりますので、ぜひご利用ください。そして Amazon 他ショップでもですね、取り扱っていると思いますので、詳しくはですね、それぞれの、CD 特設サイトなどチェックしていただけると嬉しいです。そして、ブースのみ取り扱いなのが、グッズプラス CD のセット、イセルディアスターターセット、そして、CD2 枚とですね、そのグッズがついてくる、C94 新作セットということで、こちらの方ですね、全部セットに関してはですね、先着でカノエメンバーの直筆サイン付きの特製ポストカードがついてきます。先着となりますので、なくなった場合はご了承ください。そして5月の26日、6月24日に開催しましたティンダーレオンタレのテンサーニバータレアコースティックライブの、ライブグッズの方もブースにて通販受付しております。ぜひまとめて一緒にご利用いただければと思います。
そして LINE スタンプ情報です。下月のお返事スタンプ、日常のお返事に使える40種類書き下ろしでございます。ぜひご利用ください。そしてライブ出演情報です。9月の9日日曜日、リノさんの、トーク&ライブメロディアムミーティング03、トーク&歌唱ゲストで出演いたします。会場は恵比寿の天窓スイッチとなっております。チケット情報はリノさんの、ツイッターやら、サイトやらご覧ください。そして下月遥オフィシャルファンクラブ下月ギルドは、開放発行やバースデーカードの送付、ファンクラブイベントの開催など様々な活動をしております。オフィシャルサイトからいつでも申し込みが可能でございます。ぜひぜひ入会してみてください。その他お仕事情報、ブログ、ツイッター、ウェブサイトチェックしていただけるとチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今週の下月遥のフロストムカフェシャープはここまでです。お相手は下月遥でした。またのご来店お待ちしています。グンムーン、バイバーイ。この番組はティームエンターテインメント、クラフトスケープ、マッシュアップエンターテインメントの提供でお送りいたしました。